口が打席に入ります。相手を0点に抑えてこれから1回の裏に移ります。さあまず1球目、厳しいコースにまず投げ込んでいきました。ああよく見ましたね。はい、ストレートわずかに外れてボール、ボール先行です。アウトコース見送ってストライクです。これが4球目、打ちました。外野大きな打球になった、ヒットになった。一塁蹴って二塁に向かう、バッターランナーは二塁到達、先制のランナーが出塁していきます。ノーアウトランナー二塁です。さあドラゴンズ先制のチャンスを迎えています。まずは先制して主導権を握りたいです。二塁はセーフ、ランナー飛び出している、盗塁成功。板山2アウトになっています。最初は変化球できました。さあ2球目は何か、ナイスボールですね。アウトローの変化球、キレがあります。打った、これはどうだ、ワンバウンドヒットになりました。ランナー出ました、ドラゴンズです。ツーアウトランナー1塁、打順は4番中島、ヒットでランナーを1塁に置いています。先発ピッチャー伊藤、そしてキャッチャーは坂本、このバッテリーをドラゴンズ打線がどう攻略していくか、西さん、このあたりいかにピッチャーを打ち崩していくかも注目ですよね。打線が機能すれば相手ピッチャーを攻略するだけの力を持ってますからね。そうですね、その打線は機能してくるんでしょうか、注目です。また牽制、セーフ、ランナー動いてきませんね。まあ、牽制のうまいピッチャーですからランナーは要注意ですね。そうですね、一塁はセーフ、これが3球目。西さん、ここは盗塁はないと見ていいんでしょうか。そうですね、バッターのために走るなら早めがいいというのはありますけども、ただここは左ピッチャーなんでやりにくいのかもしれませんね。なるほど、そうですか。アウトコース空振り、スリーボールナッシングからフルカウントまで戻しました。打った、高く上がった、これはどうか、センター左へのヒット、ファーストランナー三塁回ってホームを狙う、ファーストランナー一気にホームイン、ドラゴンズ1点を先制しました。左中間へのタイムリーヒット、1対0、ドラゴンズ試合の主導権を握ります。非常に速い打球でした。見事タイムリーを放っています。タイミングは合ってましたね。立ち上がりを攻め先制点を奪いました。そして打席には山本が入ります。さあワンアウトになりましたが、なおも満塁の場面、まあ1点でも多く得点しておくべきですから、今度はしっかりつないで追加点を奪いたいですね。なるほど、そうですよね。ここは中間守備ですね、まあ、バックホームとセカンド動き、レフトに持っていった、フェンス直撃、セカンドランナーサードがパスを蹴った、サードランナーがホームに帰ってきました。そしてセカンドランナーも三塁回って今ホームイン、ドラゴンズ追加点、4対0、エースに援護点をプレゼントします。ご覧いただきましょう、タイムリーが出て点差を広げます。いい形でチャンスが広がりましたね。早くも試合の主導権を掴んだと言っていいでしょう。